こんばんは、クリミナルです。今回も日本の未解決事件です。早速、事件概要です。1997年3月14日、金曜日、午前11時頃、京都府綾部市三方町薬師谷の四水ヶ丘団地で事件は起きた。主婦の野田康子さんが自宅の庭で倒れているのを学校から帰宅した中学1年の長男、健太くんが発見した。通常であれば下校は午後になるが、その日は学期末で1時間で終了していた。康子さんは1階居間に面した庭の芝生の上でエプロン姿の普段着で倒れていた。服の上から胸を刃物で刺されており、今から庭にかけて血痕が残されていた。康子さんの死因は失血死で、死亡推定時刻は午前10時頃と判明した。靴を履いていなかったことから、今で何者かに襲われた後、庭に逃げ出したとみられる。物色された形跡はなく、凶器も発見されていない。ただ、司法解剖の結果、使われた凶器は最大幅3センチのものとみられている。夫の武さんは、約1年半前から大阪に単身赴任していた。月末に康子さんと長男と次男は、武さんの勤める会社の社宅に引っ越す予定だった。事件のあった日、康子さんには朝早くから来客があった。午前7時45分に長男の健太くんと弟の翔太くんを学校に送り出した後、損害保険会社の社員が午前8時45分に野田さん宅を訪れている。転居を前にした自動車保険の打ち合わせをし、午前9時半頃にその保険会社の社員は帰った。この社員の証言によると、その時康子さんに特段変わった様子はなかったという。それから15分後の9時45分、康子さんは生命保険会社に電話をしており、その後何者かによって手にかけられたと見られている。そして午前11時頃、健太くんが中学校から帰宅し、庭で倒れていた康子さんを発見した。この時、玄関の鍵は開いていた。健太くんは、お母さんが、お母さんが、と言って近所の家に駆け込んだ。夫の武さんにはこの事件の知らせが昼の12時頃に入り、すぐにタクシーに乗って大阪から自宅のある京都綾部市に直行。そして妻と無言の対面を果たした。ここで一旦整理すると、康子さんは午前9時45分まで生存していたことが分かっており、死亡推定時刻は午前10時頃と判明しているので、電話を終えた15分後ぐらいに何者かに襲われたことになる。殺人事件は夕方から深夜、または未明から早朝にかけて起こることが多い。ただこの事件は午前中に起きている。この事件には二つの目撃証言がある。一つ目は野田さん宅の近くで食料雑貨店を営む女性が50歳くらいと見られる男に、野田さんの家はどこですか?と尋ねられたような気がするという証言。ただ気がするという曖昧な言い方をしており、この証言はあまり信憑性がないのかもしれない。次に、事件当日、野田さん宅から西に50メートルほど行ったところに、不審な銀色の国産のワゴン車が止まっていたという証言。このワゴン車は、消防用ポンプ車の車庫の前に駐車していた。普段団地の住人たちは、そこに車を止めないようにしていたため、外部の者が止めていた可能性が高い。ちなみにこの四水ヶ丘団地は通学の時間帯を除けばあまり人通りはなく閑散としている。そして桜の季節を除けば近くにある四水ヶ丘公園を訪れる人も少なく、この団地を車が横切ることはほとんどない。つまり団地に住む住民かその住民に用事がある人しかこの団地を訪れる人は少ない。康子さんは京都府福知山市出身。看護学校を卒業後、福知山市の病院で働いていた。その後、武さんと出会って結婚し、主婦となった。看護師という職業で鍛えられたのか、康子さんは気丈な性格だったという。
昔、近所にヤクザ者が住み着いたことがあり、周囲に迷惑をかけていたそうだ。そんな時、安子さんがひるむことなく、そのヤクザ者とやり合ったという逸話もある。なお、このヤクザ者は事件後別件で逮捕されたが、この事件に関しては無関係であるということがわかっている。そして夫のたけしさんも、妻は正義感が強かったと語っている。よその子でもふざけたことをしていれば注意していたという。そして妻は社交的ではあるが、思ったことは言うタイプだったので、自分が気づかぬところで誰かの怒りを買っていたのかもしれないとも語った。安子さんのこの気丈さ、正義感の強さなどが仇となって誰かの恨みを買ってしまったのか。ただ安子さんは近所の人たちや息子の同級生の母親たちと仲が良く、事件の前の日には安子さんの送別会が開かれており、そこには15人ほどが参加していた。安子さんは多くの人に慕われていた。その会で安子さんはようやく一家揃って暮らせると胸を弾ませていたという。次に犯人の逃走経路、野田さん宅の庭の先には雑木林が広がっている。安子さんが倒れていた芝生と雑木林の間には仕切り壁があったが、一箇所だけ出入り口があった。そこを通って雑木林に入り込めば、誰にも姿を見られずに現場から離れることができる。ただ犯人はなぜか玄関から逃走している。今から玄関にかけて犯人の足跡が残っていたのだ。ただ犯人が玄関から外に出た後の痕跡はほとんどわからなかった。この犯人は安子さんを何度も刺しており、現場には大量の血が流れていた。犯人も多少なりとも返り血を浴びているはず。その状態で誰かに姿を見られてしまったら致命的だ。しかし犯人は雑木林には行かず、玄関から逃走している。犯人の動機ですが、まず怨恨と見て間違いないでしょう。安子さんは胸のあたりを4回刺されていて、これが致命傷でした。その他にも数十箇所刺されたり切りつけられていました。安子さんに対し相当深い恨みがあったようです。私はこの事件の犯人は安子さんと顔見知りの近所に住む人物だと思います。安子さんが襲われたのは平日の午前10時前後。犯人は安子さんがその時間帯家に一人でいることを知っていた。そして自分もその時間手が空いていた。さらに確認された足跡は小さく、女性とも取れるサイズ。凶器は最大幅3センチのものということで、これは家庭でも使われている柳刃包丁などが該当します。こういった事件は犯人は男性であることが多いですが、この事件の犯人は女性の可能性が高いように感じます。もしかすると犯人は安子さんと同じ主婦だったのではないでしょうか。そして問題なのが、なぜこの日この時間帯なのかという点。午前中に全く事件が起きないということはないですが、犯罪白書によると午前9時から12時までの間の殺人事件発生率は 6% ほどです。またとある洗濯の頻度の統計を見ると、専業主婦は毎日洗濯をするという回答が最も多く、洗濯する時間帯は専業主婦の9割が午前中に洗濯をするそうです。ですのでこの時間帯に専業主婦の安子さんを襲うということは、近くの住民に物音や悲鳴などを聞かれてしまう可能性が高い時間帯です。しかし犯人はこの時間帯に犯行に及んでいます。少し苦しい考察ですが、ひねり出してみました。犯人は安子さんが引っ越す月末までこの日しか空いていなかった。そして犯人にも子供がいて、その子供は健太くんと同じ中学校に通っていた。このことから犯人は長男の健太くんがその日家に早く帰ってくるのを知っていた。そして自分の子も家に早く帰ってくるので、この時間帯にしか犯行に及べなかった。そこで犯人は午前10時前後にちょっと話があるなどと言って安子さんの家を訪れた。顔見知りであることから安子さんは犯人を家にあげてしまう。そして犯人は隙を見て襲いかかった。この犯人は安子さんだけに恨みがあり、子供は標的としていなかった。ただ子供に犯行を見られたら子供も手にかけなければならなくなる。
それは避けたかった犯人は、安子さんが一人でいるわずかな時間を狙って犯行に及んだんじゃないかなって思いました。犯人は安子さんが月末に引っ越すということをどこかで耳にし、安子さんが引っ越してしまう前に恨みを果たそうと犯行に及んだように感じます。なぜこの時間帯に犯人が安子さんを襲ったのか、この部分については皆様の考察もぜひお聞きしたいです。そしてもう一つ、目撃証言を参考に犯人は男性であるという線で考察してみます。足跡のサイズから犯人は小柄な男、寄せられた目撃証言が正しいとすると年齢は50歳くらい。その男は消防車の車庫の前に車を止め、近所の人に道を尋ね、安子さんの家を探した。そして家を発見した男は安子さんに襲いかかった。ただこの場合、いろいろと腑に落ちないことがあります。まず、この男は外部の人間という可能性が高いこと。安子さんは看護師の仕事からすでに退職されており、専業主婦をしていました。ですので、あまり外部の人間、特に男性と接触する機会はあまりなかったんじゃないでしょうか。また、安子さんが他の男性と付き合っていたという話は一切出てきていません。地上のもつれではなさそうです。そして、駐車していたワゴン車について、もしその男が車で現地までやってきたとすると、消防車の車庫前なんかには止めず、もっと目立たない場所に止めるんじゃないかなって思います。そもそも消防車の車庫前は駐車禁止なので、そんなとこに止めていたら目立ちます。もっと目立たない場所、例えば雑木林を抜けた先の誰も通らないような道に止めるんじゃないでしょうか。最後に、犯人らしき男が食料雑貨店の女性に野田さん宅がどこにあるかと尋ねたこと、これもその男が犯人だったとするとそんなことはしないはずです。事件発覚後、すぐに目撃証言が挙げられ、捜査の手が迫ることは容易に想像できます。これらのことから、目撃証言に沿った犯人は男であるという線は薄いように感じます。そして、なぜ犯人は雑木林に入らず、玄関から逃走したのか。返り血を浴びた状態で誰かに会ってしまったら、犯人にとっては致命的です。先ほど述べたように、犯人は近くに住む人物だと思います。その犯人は、その時間帯、その通りは、ほとんど誰も通らないことを知っていたんじゃないでしょうか。玄関の覗き穴から様子をチェックした後に、外に出る。そして、自分の家もそう遠くない場所だったので、雑木林には行かず、玄関から出て、近くの自分の家に向かった。もしかしたら、返り血を浴びた上着をバッグなどに入れ、怪しまれないように、何食わぬ顔で歩いて帰宅したのかもしれません。警察は、団地の住民、学校関係者、安子さんの交友関係などを徹底的に調査しました。その結果、事件当日、アリバイがない者が何人か浮上しました。ただそれ以上、犯人特定につながる物的証拠は出ず、捜査は暗礁に乗り上げてしまいました。もしかしたら、このアリバイがない者の中に犯人がいるのかもしれません。最後に、被害に遭われた安子さんのご冥福をお祈りいたします。